引っ越し革命プレゼンツ A1 オブザマッチに選ばれました名古屋学院大学中野陽選手です。お疲れ様です。お疲れ様です。今日は20点と得点を決めてましたが、今日の試合の感想をお願いします。チームで序盤からアップテンポなゲームに持っていこうということで、ハードなディフェンスをしたんですけど、なかなか京産業大学も粘り強くて、こっちの流れにできずに、最後こっちのミスでやられてしまったかなって感じです。今日は、今日の試合でマッチアップを、相手の京都産業大学の宇都宮陸選手とやってたと決まったと思うんですけど、同じ2年生同士で、相手の印象だったりとか特徴だったりとか何かありますか？やっぱり、宇都宮選手はもう有名で、こっちがチャレンジャーという気持ちで、やって、やっぱり相手の方が落ち着きあるし、確実に決めてきたなと思って、そういうところは見習っていきたいなと思います。ありがとうございます。じゃあ明日の三決に向けての意気込みだったり、今年のインカレの意気込みなどありましたら一言お願いします。明日は、しっかりエナジー切らすことなくしっかり3位になれるようやりきっていきたいと思います。インカレでは、しっかり打倒関東を目標に頑張っていきたいと思います。はい、以上です。ありがとうございます。話が少し大きく変わるんですけど、ここは関西なので、名古屋に遊びに来た人にぜひ食べてほしい名古屋のものは何かおすすめありますか？自分も名古屋出身じゃないんであんまり分かんないんですけど、味噌カツとかそんなものでいいんじゃないですか。長崎県です。長崎、はい。長崎はやっぱちゃんぽんとか、はい、カステラとか、はい、はい、ありがとうございます。いきます。はい、A1 オブザマッチに選ばれました長野選手に、Amazon ギフト券の5000円をプレゼントします。おめでとうございます。はい、頑張ってください。頑張ってください。ありがとうございました。